さあ、続いてはプロ野球です。山形市のきらやかスタジアムでは、東北楽天ゴールデンイーグルスと福岡ソフトバンクホークスの試合が行われています。試合前の選手や球場の盛り上がりの様子を取材しました。試合開始まであと2時間です。いや、飲食エリアものすごい盛り上がりです。食べ物を食べたり、そしてユニフォームに身を包んだりと、それぞれの戦闘態勢の時間を過ごしています。いや、あんまりないので嬉しいです。強いんでソフトバンクが勝ってくれればいいなって思ってます。4対2で楽天が勝ちます。楽天対ソフトバンクの戦いは先ほど午後6時に始まりました。